店達平は、真珠の養殖技術者、新植真珠発明者。三重県渡来郡、神原村大畑ヤンバルで、森本岡平の4、男として生まれる。11歳の時、島群馬と山村、トロクの島の店屋助の養子となった。はじめは、船大工の仕事をしていたが、養父が出稼ぎ先のオーストラリアで真珠が有望な産業であったと語り、 以後真珠に興味を持つようになった。深淵真珠の研究結果が初めて公表されたのは、店による1907年の特許12,598号によってで、あった。1902年5月、新名村から真珠館15,000校、マトヤ湾に移植し、円形真珠形成の研究を開始。1904年、 養殖に成功した円形真珠を携えて、伊谷一次郎、岸上健吉に示している養殖真珠師の項による。1907年、新円真珠の特許を出願するが、西川東吉の特許に抵触するとして、紛争となる。そのため、まず器具の特許を取ることにした。これが前述の特許12,598号で、ある。この紛争は、 先に発明した西川東吉か、先に出願した店達平か、という争いで、先発明主義か洗顔主義かいう意味では、日本で初の争いであった。1908年9月2日、朝廷の末、西川東吉名で特許を取得した後、特許を共有する契約が成立する。店には不利な決着であった。このことについて、店は自身の主記で、 西川東吉は病気により式が迫っており早期に解決しなければいけない。新珠養殖の発展のために紛争を長引かせてはいけないと書いていて店の人間性を垣間見ることができる。人物総書三木本光吉を書いた大林秀夫は研究者、発明家としても事業家としても歯がゆいほどの態度と書いている。この特許は海外では店、 西川メソッドとして知られている。1919年にフランスで第50万1447号新珠形成方法、1920年にアメリカで第3万9506号新珠形成方法の特許を取得している。これらは新珠に関して日本人で初めて外国で取得した特許となる。新園新珠発明賞特費事業家としての店は、 失敗の連続であった。1911年、マトヤワンに設立しようとした、ミセマジュ株式会社は、真珠養殖事業の独占を図っていた、三木本の特許侵害を理由とする妨害に、愛波山寸前に追いやられ、新聞に、真珠研究者総集図紙の裏にて、投進すという誤報が出た。1915年、マトヤワン鶴舞に、鶴舞養殖場を設立したが、 出資者の破産により、経営不振となった。堤康二次郎が、その株式の過半数を握って、大日本円形真珠株式会社を設立するが、堤康二次郎が突然手を引いたため、養殖事業は失敗した。1920年、儀系の森本洋介、佐藤忠夫と、ま屋湾わ真珠養殖株式会社を設立する。事業は軌道に乗らず、佐藤は、 柿き養殖に転校した。現在、佐藤養殖場として全国に知られている。晩年は、特許権の文献契約金と、使用料で寄せを送った。三重県賢島の、前えんまだま、おこり明きらしゃ聖徳妃に、新園真珠の発明者として、店たっぺ西川東吉、三木本幸吉の三人の名が刻まれている。ありがとうございます。